にちは、ゆりです。いっちです。ゆりチャンネルです。皆さんお久しぶりです。数週間ぶりの2人での動画になるんですけど、活動休止中にどう過ごしてたとか、今後の YouTube 活動について、今日はドライブしながら話していきたいと思います。イエーイ。それでは早速いきますか。はい、せーの、レッツゴー。まずはさ、ゆりな復活おめでとう。ありがとう。おめでとうございます。頑張ったわ、ゆりちゃん。今回も頑張ったね。この間出した動画を見てくださった方もたくさんいると思うんですけど、この数週間、持病の方の関節リウマチとシェーグレン症候群と全身性エリテマトーデスの方が数値がね、悪化してしまって、関節が痛かったりとか体が動かなかったりとかして、体調ねしばらく崩していて、お休みさせていただいていました。まあでもこうしてね、また復活して元気よくなってよかったね、本当に。もう本当、一郎くんがねたくさん支えてくれたおかげだから、ありがとうね、改めて。いやいや、こちらこそいつもありがとう。お休みしてる間何してたのかっていうのをさ、多分みんな気になってるところだと思うから、何してたよ。何してたでも本当、体調が悪い日は、この間出したね動画みたいに病院に行ったりとか、検査とかを繰り返してお家で安静にしてる日っていうのが、まあ、ほとんどだったんですけど、体調が良くなったりとかする日もあったので、そういう時はお散歩に行ったりしてたね。そうだね、代々木公園で。あ、そう、代々木公園にお散歩行きました。そう、ワンちゃんたちと一緒に、代々木公園に行ったりだとか。朝の5時ぐらいとか、そうだね、4時とかに本当毎日起きてて、だからね、規則正しい生活はめちゃめちゃしてたんだよね。そうあと朝とかは結構涼しいしさ、そう散歩日和っていう感じの、涼しい時に散歩したりとか、ね、あとは本をめちゃめちゃ読んで、あ、その話ねした方がいいんじゃない。そうなの、ずっとお家とかにいて、何か自分にもできることがないかなっていうふうに思って。確かに。で、入院してる時とかも結構本を読んだりすることが多かったんですけど、今までは本を買って本で読んでたんですけど、読み聞かせで本を倍速で読んだので、全部で55冊。やば、すごいよね。55冊だよ。まあでもさ、すごい有効な時間の使い方だったよね。なんか罪悪感が減るというか、何もできないっていうのが逆にストレスになったりとかもするので。ちなみにさ、何の本読んでたの？何か体調が少しでも良くなることを病院だけじゃなくって、自分でもしようっていう風に思って、それで健康本を読み漁ってました。そうなんだよ。俺たち YouTube のさ、動画を投稿してた時ってさ、あんまり健康に気をつけてなかったというか。そうだね、他の YouTuber さんとかもそうだと思うんですけど、撮影して編集してって毎日時間に追われてるし、そうなんだよ。昼夜逆転してしまったりとか、健康ではなかったよね、今まで。そうだね、今一度さ、自分たちを見つめるいい機会だなっていうのを思ったし、健康オタクになったよね。そうなの、俺たちは本当に。もう糖質について、タンパク質について脂質についてめちゃめちゃ調べまくって、ね、お互い指揮交換して、なんか1日5時間6時間とか語ってたよね。語ってたね、病院に行ってたら治るだろうっていう心がどこかにあったから。ダイエットとか何でもそうだけどさ、ただエステに行けば痩せるわけでもないし。確かにね、自分で何か行動することも大切なんだなっていうのを改めて思ったし、まだまだね、ここで諦めるんじゃなくって、自分でもできることってね、たくさんあるなっていう風に、逆になんか勇気づけられたというか。ポジティブだ。でもこうやってお互いがさ、一つのこと調べて、一緒にお話ししてたから、なんか仲も深まったよね。そうだね、本当に。こういうさ、ネガティブなことがあると、毎回話し合いをして、さらに仲良くなるから、最終的にはいいこととして、そうだね、終わることができてる感じがして。本当そうだと思う。今回もすごいいいきっかけになったなっていう風に、ポジティブな面もいっぱいあったよね。そうだね。あとはやっぱ一郎くんが隣にいてくれたっていうのも、回復の大きな要因だった。あとさ、なんか病院にも行ってたけどさ、精神科にも行ってたじゃん。あ、そうだね。それもみんな多分気になると思う。精神的にも病んじゃってたのって多分みんな思ってるだろうから。病気になってもう8年経つんですけど、8年経って慣れたんじゃないのって思う方もいると思うんですけど、逆に病気になりたての時って治るだろうっていう信じれる心があったんですけど、なんか8年経って
まだ治ってない、むしろもっとひどくなってるし、今後の将来どうなっちゃうんだろう、仕事を続けられるのかなとかいうのを考えるようになったら、もう不安で不安でいっぱいになっちゃって。そうだよね。そうなんですよね。結構私ポジティブなタイプなんですけど、いやもう見るからに、なかなか最近は自力でポジティブに変えることができなくて、誰かに話すことも大切かなと思って、精神科の先生にカウンセリング ねしてもらったりとかしてました。でも実は目標ができて、本を読んでるうちに知識を知ることってすごく楽しいし、知識をつけることによってどん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 不安が軽減していったのね。私はこれだけ知ってるから大丈夫とかさ、なんか自信に変わったので、もっと学びたいなっていう風に思って、ちょっと資格を取ろうかなって思って。うわいいね。本当になんかどんどん成長するね。本当に。どうせ勉強するんだったらね、資格取った方がなんかいいじゃん。今予定では2つ受ける予定なんだね。2つ受けるためにこれから体調とも相談しながら、ね、資格も取っていけたらなっていうふうに思ってます。それがまあゆりなの今後のことだよね。そう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 。でゆりいちのことについて、ゆりいちの今後について、ゆりいちの今後についてはまず続けるかやめるか、それは今後もやっぱりもちろんもちろん続けて続きます。はい、続けていきたいと思います。まあでもこれからのその活動の仕方というか、そういうのはちょっと変えていこうかなっていうふうに思ってるんだよね。そうだね。まずは、まあ、これはもちろんなんだけど、まあ、ゆりなの体調第一を考えた動画の投稿をしていきたいなっていうふうに思ってます。健康じゃないと楽しい動画もね作れないっていうのもあるし、体調がいい時は2人で楽しく今まで通り投稿していけたらいいなっていうふうに思います。そうだね。俺たちのさ、そのなんでそもそも YouTube 始めたかっていうとさ、お金を稼ぐことが目的じゃなかったわけじゃん。自分たちのさライフスタイルだったりとか、有益な情報とかっていうのを皆さんと共有するっていうのを目的で始めたわけじゃん。ゆりなの病気のことについてもわからない人も多いと思うし、そういうのもさ全部動画にしていいと思うんだよね。そうだね。自分たちのさ、それもさライフスタイルじゃん。なんか自分たちでこれはダメあれはダメっていうのを決めつけてた部分が多かったので、結構多かったんだよね。ちょっと真面目すぎるところがあると思うから、ほんと性格じゃんね。ちょっとゆるくラフにライフスタイルの一環を動画にしつつ、ここのデートスポットいいよとか、そうだね、みんなもコロナがねこうやって落ち着いてきて、東京に来る機会も増えると思うし、間違いない。だから東京のね、おすすめのデートスポットだったりとかをいろいろ発信したいと思うし、旅行動画だったりとか、いずれは海外の旅行 Vlog とかも撮っていきたいなって思うし、そうだね。あとはやっぱり情報発信をしたいっていうのが私の中で大きいので、カップルでもさ、みんな気になることってたくさんあると思うの。めっちゃあると思う。喧嘩をしましたでどうやって仲直りしたのかとか、同棲の時のポイントだったりとか、どうやったら6年続くのかとか一番気になると。リアルな友達にもさ結構さ、恋愛について質問されることって多いじゃん。俺もね、なんか最近さ、あのインスタでも言ったんだけどさ、恋愛相談される、恋愛相談されるの。親友にね。逆にインスタグラムとかで募集してみんなの恋バナとかも聞けたらいいなっていうふうに思うし、あーそのシリーズもいいな、好きだな。だから恋愛についての情報配信とかもいろいろとしていけたらなっても思うし、そしたら楽しい。そう、それが一番。俺たちももちろん楽しいし、見てる視聴者の方々も楽しいっていうのがやっぱ俺たちの理想だよね。そうだね。だから俺たちにとっての YouTube は思い出作り、楽しい楽しい思い出作りの一環として、これからはね YouTube の動画投稿していこうかなって。それでもう根本はまずは健康、健康第一、第一、自分の体大事。楽しく仲良く健康に、これをモットーに頑張りたいと思います。思います。あ、ここら辺かな、ちょっと場所調べを。そうだね。そう、今かき氷を2人で食べようって話してて、そうなの。あの俺がさインスタで美味しいかき氷屋さん教えてくださいって募集したの結構前に、そこに今向かってます。今年はさ、もう俺たちかき氷大好きじゃん、いっぱい美味しいかき氷食べようねって話してたの。そうなの。かき氷だと罪悪感がないんだよね。
水だからね、ほとんど。ほとんど水、シロップだけだから、甘い部分は。ソフトクリームとかアイスクリーム食べるんだったら、かき氷の方がね、いいなっていう。そういうこと。しかもかき氷って美味しくない？いや、めっちゃいろんな種類あってさ。いや、本当にさ、かき氷深いよ。ね、めちゃめちゃ深いよ。かき氷のさ、美味しい組み合わせをさ、見つける人天才じゃない？本当に天才だと思う。なんであんなさ、次から次へとさ、シロップ完成するんだろうね。わかんない。だからさ、氷に味をつけるタイプか、それともシロップとかでかけて、氷に味をつけるタイプかとか。しかも最近はクリーム、クリームで味をつけるタイプのかとか、なんでもありだよ、ね、なんでもあり。だからこそかき氷って飽きないし、深いんだよね。料理屋でも開くか。違いね、いいかもしれないけど、本当にあれだね。俺たちに待っているかき氷は一体どんなかき氷だ。俺に素敵なかき氷食わしてくれ。あったこれ今からテイクアウトしようか。じゃあテイクアウトしよう、ね、じゃじゃーん。美味しそう。すごい。一番のが塩キャラメル。で、私がいちごミルクです。これ一番人気らしい。あ、そうなんだ、うん、うわー、美味しそう。美味しそう。いただきます。いただきます。すごい、なんか上にクリーム乗ってるの、ね、これ、うん、すごい、初めて見た。うん、おー、美味しい。うわー、うわあ、え、ちょっと待って。サイドから落ちることはあるけどさ、てっぺんのものが落ちるってことある？マジ？あとで掃除しよう。さあ、あと行こう。食べていい？うん。お、めっちゃうまい。めっちゃうまい。てかさ、聞いて聞いてよ。何何？食べていい？え、食べていいよ。あのさ、さっきさ、結構もう本当に人気なお店だからさ、満席だったの。それで俺待ってたんだけどさ、店員さんにさ、うん、君何歳なのって言われて。うん、そうそうそう、24歳ですっつって、うんうん、で、職業何してるのって聞かれて、うん、え、なんでと思って、うん、それで、まあ、YouTuber やってますって言ったら、うん、あ、そうなの？ YouTube？ うん、無職だったらスカウトしてたのにって言われてさ。スカウト？かき氷屋さんに。そう、かき氷屋さんに。多分そのアルバイトとして雇いたかったっていうのがあって。そんなことあるの？そうそうそう、まさかの、まさかのスカウトされたっていう。だったらかき氷屋さんで。だからやっぱ自分でかき氷屋さんやる。いや、本当にでもね、めちゃめちゃ優しい方だって。会話も弾んで、ここね、かき氷屋ピースだっけ、うんうんうん、吉祥寺駅にあるんだけど、その方にさ、ちょっとうちのお店宣伝しといてって言われて。すごく陽気な方でした。でも味は間違いない、本当に、うんうん、めっちゃ美味しい。美味しいね、うん、さっぱりしてる、うんうんうん、さっぱり系だよね。うん、吉祥寺でもいいね、初めて来た。うん、吉祥寺ね、吉祥寺デート Vlog も撮りたいな。うん、またさ、うん、来ようよ。うん、行こう行こう、バイト面接しに来ましたって。ということで皆さん、今日も最後まで見てくださりありがとうございました。今日はいろいろとお話ししたんですけど、うん、今後とも2人で頑張っていくので、ゆりいちをよろしくお願いします。お願いします。ゆりいち第何章になるんだろう、ね、何章目だろう。何章目かわからないけど、これからもゆりいちのこと応援よろしくお願いします。それじゃあ終わりますか。はい、せーの、バイバーイ。